はい、どうも皆さん、マルチゲーミングクランホームに所属しているクロと申します。ということでウォッチドックス2やっていきたいと思います。今回はあいつだね、これの多分データを盗めばいいのかな。あ、これいけんじゃない、これいけそうだね。よっと、よいしょ、いいね。あ、違う、会いに行きゃいいんだ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。特別な車の詳細が欲しいなら、美味しいネタをくれ。ジミー・シスカとネリー・スカイヤーとか。付き合ってるのか、やっぱり。オーケーだ、取引と行こう。今送る。いいね、最高だ。やっぱ海外 のゲームはやっぱあるんだね、こういう車のルートの GPS を送っておいたぞ。あれだ、発見。おー、いいね、かっこいい。車上、了解。どこ行った？あ、この中か。あれか。入れそうな場所はここくらいか。ま、一応やるか。待ってね。やめた。おいで。これだ。おお、危ない危ない危ない。おお、ご機嫌だな、行くぞ。マジかよ、最高かよ。せ、逃げろ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 。かっこいいね。スピードへの欲求を。最高、マジ最高。あぶねえ。逃げろ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 、どんどん逃げろどんどん逃げろ。ああ、自分で許可するよ、クソったれ。ベンチ聞いたか、バック。車が喋ったぞ。ちょっと待って、めちゃめちゃね、ちょっと待って。やばい、ちょっと待ってちょっと待って。確認できるか、映画の撮影だ。やばいやばいやばい。容疑者のうちに要員を派遣した。全然、あ、バカたれ。うわ、傷つけたくない、傷つけたくない。だれ。おお、危ねえ。黒人バカにしてんのか。センサーの調整を実行しろ。なんだと。だろうな。バカ野郎、バカ。ちょっとちょっとちょっと、あば、こっち詰め、常に竜巻の中で。マジやばいマジやばいマジやばい。あ、一緒に街を駆け抜けよう。いいじゃねえか。今映画のセリフを言ったのか。なあ、レンチ聞いたか。私は実装で走る。おお、いいね。あ、やば、めっちゃ普通に見つかった、めっちゃ普通に見つかった。車が映画のセリフを喋っ
そうなんだよ。それって超イカス。かっこいいな。最高かよ。まあ嫌いこのゲーム。畜生。全然振り切れん。行かないよ。まっすぐ行こう、まっすぐ行こう、まっすぐ行こう、まっすぐ行こう。オッケー、切れた切れた切れた。容疑者ロソ、捜査了解した。パトカーが容疑者を追跡中。ぶねえ、めちゃめちゃ難易度高いこのゲーム。参ったぞ。ガレージで向かってる。あ、ちょっと失礼。もうボロボロだよ、やべえ。デボンボンデボンだ。デボンではありません。怒られた。デボンはもっとハンサムで日焼けしています。これスカッペすんぞ。あなたではありません。おい、勘弁しろよ。ボンデボンとかってやろうよりよっぽど黒いだろ。シリコンバレーじゃ黒人を雇わないのか。ガリレイのクリエイターは全てを考慮しています。すべてじゃないだろう。到着。開けてください。オッケー。すげえこの車。こいつは格別だ。さすがガリレイ。こんなポンコツに金を出させるとは。なんだって？ポンコツ？いや。音声認識は問題ない。もちろんスクリプト記述に改善の余地ありだけど。返答は問題ない。それがどれほど大変なことがわかるか。ガリレイは機械学習を火星探査に使うと言っていたけど、まさかこれほど進歩してるとはな。なんだ。だと思った。マーカスに私の運転は許可できません。デボンボンデボンほど日焼けしていないから。機械にしては皮肉屋だと思ったんだ。あ、なんだよ。レンチが言ってたのか。反応は全くなしか。そういえばさっきチッチッチッって喋った。くたばれこの野郎。この車は本来自立制御なんだ。でも調整された形跡すらない。最適じゃないだけ。ジャンクじゃないよ。ほらだと思ったんだ。いけるって。馬鹿げてる。やるの？企業にも無理だったのをここで？ダメか？いや、いいけど。オーケー！はい、じゃあということで今回はここまでにしたいと思います。ちょっと短いかもしれないね。かっこいい。これサムネ撮んなきゃね、これね。やっぱ、いや、やっぱカメラでしょ。これもちょっとね。ピースがいいな。イエー。あ、ちょっと。これしゃがめないの。これちょっとしゃがめないの。何の緊急ですか？あー、しゃがめない。残念。ちょっと待ってよ。イエス。あ、いいじゃん。オッケー。イエス。これでいいね。これでサムネとして使えるんじゃない。よし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 。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回この続き。またあれかな？パパラッチのとこに会いに行くのかな？あ、そうっぽい。あ、そんなことない。まあ、こちらの、これだね。このミッションやっていきたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。それではまた次回もお楽しみに。バイバイ。